礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼む、ユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。獅子だ。
ユリが待っておるな。食わせてやろう。馬がおらぬ。いずこへ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ。我が一族のものです。
嵐様。あれは病の若様を抱えて、あなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと、奥方様が亡くなった後でした。忠様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時、若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。暗い。忠様、何が見えますか？槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで、すべての家が不幸になりました。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母をもって陣は下方者だ。兼太の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。そなたには何が見える？ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。
ますわ。うちの道具を見ていってください。お役に立ててください。これほどの品はありません。役に立ちますよ。さあどうぞ。役に立ちますよ。また来よう。お達者で、お侍様。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。鋭さと切れ味が増しました。またいつでもお越しください。菅笠襲名、俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだろうな。根っからの浪人だからさ、褒美さえもらえれば誰の下に。でも蒙古の褒美ってなんだろうな。殺されないこと。よく来た。茶を飲もうというのか、この俺と。いや、今のはただの礼儀ってものさ。それより手を貸しとくれ。地図が盗まれちまってね。取り返したいんだ。かなり腕が立つと検事から。そなたのために罪は犯さぬぞ。たとえ検事の友であっても。ああ、そうかい。地図には食料のありかが記されててね。あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ、居所は分かってる。三股辻の井戸の近くの賭場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし、行ってみよう。もし嘘であれば。酒井様。この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ、外に飾ってある男の首でも見ておいで。お気をつけて。その盗人は手強いから一筋縄ではいかないかもね。私の弟、太刀を握ったことがないくせに、たやすいと思ったのさ。
よし。これが三股辻の井戸だが、鳥羽はどこだ。道を進んでみるか。これが例の鳥羽、あばら屋のようだ。誰か。俺の地図だ。帰れ。酒井陣と申す。開けろ。それじゃあ俺は天照大神だ。帰れ。他の入り口を探すか。お主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください。地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で一儲けするつもりです。侍、出てこい。いい取引があるんだ。ここにおれ。そういたします。うむぎ御前の地図を探しているそうだな。売ってやってもいいが、値は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。
だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。誰かが地図を持っているはずだ。これだな。地図を取り返した。手間を取らせてしまったようだね。豊玉の民のためだ。食料は全て皆に渡すのであろう。もちろんさ。ここは我が家、みんな家族同然。腹を空かしてるっていうなら何としても食わせてやりたいんだよ。ではあとは任せる。一つ借りができたね。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまであまたの浪人、
小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。アシラはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し猛虎が手下となりたるにかの小次郎を迎え入れ一味となせり。五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人九郎となり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。それはどうかな。なかなかの使い手であった。
来てくださった。
Here you go! Отрам читаба. Юуч болсон гүй шүү. Thank you.
敵。アレクボチチ。ヘリアチンゴ。動くな。来て。達者でな。待たせてしまったな。祈っておりました。道中気をつけよ。
지금 어딨어? 누구야? 逃がしてやる。猛虎に殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探し取りました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。いい子だ、影。